お世話になります。ひとりでございます。2月27日にですね、ポケモンデーといって、ポケモン25周年記念かな、の日が近づいておりますので、それを記念してですね、ポケモンが配布されるということで、その情報を共有させていただきたいと思い、また動画っす。はい、じゃあもう早速やっちゃいましょう。やり方については不思議な贈り物からですね、不思議な贈り物を受け取るで、シリアルコードで受け取るですね。これでやっていきましょう。はい、で今回入力するのは P2A25MUS1C ですね。これで P25 ミュージックっていうことですね。なんでミュージックなのちょっとよくわかんないけど、この配布されるポケモンに関して関係あんのかな、ちょっとよくわかんないですね。 P25 はまあ明らかに25周年っていうことですけど、ちょっとミュージックの真相がわかりませんが、とりあえず受け取っておきましょう。はい、ぐるんと来て、ぐるんじゃない向こうに来て、はい、歌うを覚えたピカチュウ。あ、そういうことか、そういうことか。あ、だからか、歌うはミュージックだからか、スイングじゃないんですね。スイングとかソングとかかと思ったけど、ミュージックなんだ。てかこんな長くこの名前が表示されてんの初めてじゃね、多分。こんな具体的に書かれたやつね。はい、これで、はい、25周年記念だけど、いつも通りでね、落ちてくるというパターンですが、ここでゲットさ、全く普通のピカチュウ、見た目は全く嬉しくないよね、これ一見。しかもピカチュウさ、何体配布されんの、もう今までさ何体だろうね、合計。つい最近もだって今年になってからも配布されましたし、それまでも何種類かね、帽子いろいろ被ったやつも配布されましたから、とんでもない数だなピカチュウまあネズミはね、よくね生殖で増やしやすいなんて言いますから、だからいっぱい配布しても全然それは当然のことですよみたいなことなんですかね。まあいいや、見ていきましょう。内容を見ていくと、はい、いました、ここに。はい、ピカチュウ来ましたね。全然個体値良くないですね。特防ダメかもだし、全然いいところがないですね。強さ見ていきましょう。来ました、プレシャスボールのピカチュウのレベル25のオスですね。でそれで親が GF ということで、ゲームフリークですね。でこれ地味に初めてなんじゃない、今まで多分 GF ってやつは過去作とかでは配布でもちろんあったと思いますけど、今作になってから多分私多分ほとんどね、動画化してると思いますけど、親で GF は初めてなんじゃないかなと思います。地味にゲーフリとかでもないですね。いやこれはすごいわ。で持ち物は電気玉で、ピカチュウに持たせると攻撃と特攻の威力が上がる不思議な玉ということで、まあ、これは今まであったかな、確か持たせてたのあった気がするけど、だからそんなレアじゃないけど、まあいいでしょう。で特性飛来心で、電気タイプの技を自分に寄せ付け、ダメージを受けずに特攻が上がるというね、まあ、ダイマックスアドベンチャーでライチュウとかが持っているうざい特性ですね。まあ普通に強い特性だと思いますけど、私はそういうイメージしかないです。でこれは夢特性ですね。まあ25周年記念だから、夢を見させてくれてるってことかな。まあいいや。で歌う、あ、まあこういうところの関連してんのかな、もしかして。歌うだから眠るから夢特性みたいな、まあそれはどうでもいいけど。でアンコールでお祝いエレキボールということで、え、ちょっと待って、お祝いさ最近やったばっかじゃんなんであれさ、1月になったからお祝いだからお祝いの技を覚えさせてやったみたいな感じだった気がするんですけどねもうこんなすぐ出しちゃうんだお祝い。まあでも今回ね、メインは歌うですから、これ多分初めてですよね。すごくないですかこれ。え、超レアですよね。だから実際これも場合によっては対戦とかでも使えるんじゃないですか。まあ全然私対戦やらないからわかんないですけど、かなりまあ使えなくない技ですよね普通に。で気まぐれな性格ですね。2021年2月26日ということで、なんか若干ずれてるっていうねで運命的な出会いをしたようだということね。ちょっと怒りっぽいピカチュウですね。でリボンはメモリアルリボン、これ初めて見ましたね私。名前こんなやつ見たことないですわ。特別な思い出を記念するリボンということで、あ、やっぱりすごいことなんですね今回のやつはやっぱり。つけた時の名前、最高の思い出のピカチュウということでなんかあの1月に配布されたやつがなんか霞んできますわ相当に。ただ見た目とかはね、やっぱねピカチュウ今回何も違わないですから、まあでもねこれ純粋な意味でのピカチュウで、超レアな内容の個体ですから、まあ普通にいいですよね。じゃあちょっと歌わせてみましょうかピカチュウさんに。じゃあ剣盾におけるマサラタウンから戦っていきましょうか。適当にいきますよ。ウールでいいや、こいつ眠らせるにはちょうどいいだろう。はい、ここで、はい、ピカチュウいいね、やっぱプレシャスボールはいいわ、最高だわ。ここで、じゃあ歌ういきますよ。はい、歌うと当たらないっていうね。いや、っていうかアニメーションのやつやってなかったわ。ダメだこれ、やり直さないと。よし、じゃあいきますよ。はい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 、ここでホシガリスさんですね。こいつの方がいいか。
チュー？てかピカチュウってなんか下がる感じで言うんすね。ピカチュウじゃなくて。はい、じゃあここで歌をやっていきましょうか。いけ、歌う、歌え。おお、なんか催眠術みたいな感じだね歌わないんだねあ、眠らせることできましためっちゃいいんじゃないなんかエスパータイプ感がめっちゃありましたね。はい、ということで今回はこの歌うピカチュウというね、今までにないんじゃないかな、私ちょっとその辺わかりませんが、とにかく激レアということで、これはね必ず一体は持っといた方がいいですね。でこれは当然不思議な贈り物なので、セーブデータ一つごとにねもらえますので、普通にねスイッチでサブアッカー的な感じで、別に、ね、もう一個のスイッチとかなくても普通に一つのねスイッチだけでいっぱい多分アカウント作れると思いますので、全然それも公式的に許されていることですしね、ですので、まあこれを機会にね、集めといた方がいいんじゃないかなと思ったりもしております。まあ今回ねこんな歌うというね素晴らしい技覚えてるんで歌いましょうか。マサラタウンにさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出る。テロリストに